たわ。しげ、よう起きとるな。俺が言えることじゃないけど。いやもうなんかこの時間に人は来ないなと思ったけど、まあ、一応やろうと思ってやったわ。来たわ。びっくりなんだけど。いやマジ昼夜逆転がやばすぎる、やばすぎるわ。うん。最近バクラ君しか回ってないわ。ペガサス作り終わっちゃったしな。裏で野良でペガサス回ってたらなんか運極になっちゃったわ。あでもさすがにちょっとリズムを戻さなきゃ、無理やり戻さなきゃいけないなと思ってて、ちょっと後でもうちょい4時ぐらいまでやって無理やり寝ようかなと思ってる。ずっと漫画見てた。アニメ見ねえとな俺も。今日何曜日だっけ。今日土曜日だよね。今日 SAO だよね確か。いやバクラ君割と余裕あるからどうしようって感じ。てかスタミナがなくなったら終わるか。お、ラッキー。これステッキ欲しいな。あと700。まあ削れそうっちゃ削れそうか。ちょ、もうちゃちゃっと回ろう。マジで寝ないとやばい。いや、日曜にね、日曜昼、人がいないらしくて、ちょっと入ってくんないって言われちゃったから、日曜までに、生活リズムを戻さないと、終わる。マジで終わる。もうちょいこのさ、黄金質、もうちょっと出現率上げてもいいと思うんだ、俺。うん、てか、この遅くなった理由もね、タイジさんがね、久々にビルダーズ配信しててさ、それをちょっと見てたらこんな時間になっちゃった。マジ、ドラゴンクエストビルダーズめっちゃ面白いわ。まあ、俺やんないけど、展開激アツだったな。え、2枚貼られたんだけど、まあいいか。どっちか消えたりしない？消えたー。割と朝まで起きてる。いや本当にそれなんだよ。なんかさ、夜型というよりかなんかこう、寝るのもったいない人間だからさ、寝てる間に、みんなが寝てる間にやりたいことがたくさんあって、その分、寝ちゃうんだけどさ、また。寝たらもったいない人間だからさ、寝ずにやっちゃうんだよね。
なんかね、でもそういう人はなんか天才肌が多いらしいよ。俺は天才。だから天才。地味にバクラ君回んのがめんどくさいな。もっと早く回れるパーティーねえかな。アペックスレジェンドも今日開いてないしな。今日っていうか昨日か。いや今日か。一応今日になるのか。なんか一日やんないと割とやばいらしくて。てか FPS ゲーム全般やらないだけ下手になるらしいから。エイム力が。うん。じゃあやんないとなーって。ワルプル外してアーサーと新カムサシ。あー、あいつらか。え、あいつら使えるんだ。ちょっと入れるか。ワルプル、なんか、強いけど、なんか便利ってだけだよな。なんかこれだったらアーサーでいっか、結局。結局アーサーで良さそうだな、確かに。え、進化武蔵ってあれだよな。多分俺の想像してるやつだよな、多分。貫通だから当たりやすいんだよね、これ。このパーティー。武蔵ボスうまく横配置すると友情で67で蹴れました。あー、なるほど。何キラー、闇属性キラーだっけ。キラー入れんのありだな。そう、割とボスの HP あるからな、このステージ。めっちゃ入った。闇キラー M のみ。あー、なるほど。多分持ってんだよね、武蔵。確か持ってたはず。あと49体。あとこれ49回目やんの。めんどくさいんだけど。こっちか。あ、俺もう一体持ってなかったっけ。あ、一体だけか。あー、素浴びだから。なるほどね。スライドさせるか。あ、そう、こいつも手に入ったんだよな。
スライドしよう。よし、行きますか。ストックからやっちゃおう。さあ、どんなもんか。使い心地は。あまりボスの場所覚えてないんだよな。真ん中あたりにいた方がいいな。お前貫通か。さあ、いまだに俺の配置が下手すぎて活躍できない武蔵さん。果たして活躍できるのか。友情えげつないな。とてつもなく下に行く。ブーツあんの見てなかったー。ブーツあるの見てなかったやつー。27万か。出るね。友情で27万。うお、クリティカル。武蔵さん、遊撃つけたらもっとすごいな。
かゲージなしっていうの偉いな。うおキラー強え。キラーが強強の強なんだけど、今日アペックス射撃練習だけして寝よっかな。4分8秒、もうちょっと詰められそうだな。うわ、こんな時間なのに4人も見てんの、すげえな。よう起きてんな。2人か1人くりゃいいかなと思ってたんだよ俺。今日終わってる、なんか時間が終わってるからさ、ちょっとこれオーブ回収しに行こう。そんなもんでいいかなと思ってたんだけど、割と来てくれてるわ。ありがとう。いらっしゃい。んな、このクソド深夜によう来るわ。よう起きてるわ、お前ら。誰だよ、こんな時間に配信してんの。てか、まずマジで強いよな、こいつ。ほんと、どの、基本的にどこでもいけるよな、こいつ。貫通制限あるけど関係ないもんね、これ。普通に、もう、友情だけで完結してるから、マジで強い。うん。強。やっぱインボリュートスピアって正義なんだよな。いいね、楽だね。こういうちょこちょこ回収してないオーブがコラボ期間中に来てくれるのありがてえな。ミスト。うわ、やば、ゴリって削った。当たるだけ。強っ。なんなら貫通制限固まらせてくれるからありがたいまであるわ。うん。配置で固まれるからめちゃくちゃありがたい。あ、もうこんなん勝ちじゃん。下に固まってくれたわ。勝ったわ、このゲーム。強っ。強え。あ、これ同族過激つけてんだ俺。すげえガチじゃん俺。遊撃つけろよ。なんで同族なんだよ。これに証つけて遊撃つけるか。それがいいな。あれ、貫通制限いなくなっちゃった。俺は貫通制限を欲してるんだけど。
第10玉が結構枯渇するから第10玉が欲しい。生地を好む中枠のマシン。オーブ11個。ちょっと貝場さんが欲しくてさ、貝場さんが欲しいんだけど全然当たってくんないんだよな。マイとアンズしか当たんないんだけど。最初がどっちにしろ真ん中ら辺に配置した方がいいのか。武蔵さん下真ん中真ん中上とかだっけ。ゆっくり上がる感じでいいかこれ。これ真横じゃない？あ、もうちょい上か。うまいこと上に押し上げれば。てかどっちかっていうとこれ友情もそうだけど殴りで貢献すればよくない？このキャラ殴りいけば最強じゃん。殴んなくても最強か。いらない星4以上のキャラを売りさばいてラック交換使えば大量に大理石手に入る。確かにラック今900ぐらい溜まってるからさ、まあ、言うて枯渇してるわけじゃないんだよね言うても枯渇とはいえ枯渇はしてない。神かこの配置。弱点効果アップ使ってなくてこれでしょうんうん、この状態でやったら相当入るんじゃない？ちょっとやってみようぜ。うぃー、600万。エラ。エラ、エラのエラだけど。やばい、死ぬかも。死なないわ。ここでしっかりと配置を決めていく。うげい。そしてアーサーは、あ、オッケー。あ、ミスった。ミスったわ。あ、でも、弱点効果アップきたわ。これ、終わったな。これやったわ。うえい。ウェイウェイって感じ。ウェイいいね。うん、やば。やっぱキラーって偉大だよな。ほんとキラーってやっぱ最強なんだよな。変なとこ入っちゃった。まあ、いっか。ボスの横に配置するだけでいいってめちゃくちゃいいな。が宮本武蔵前でフィールド抜ければ配置簡単だしね。
ああ、さっきより早いわ。いいね。キラー、いいね。もっとキラーが入れたくなっちゃった。キラーなんかないかな、いいの。いいやつないかな。なんかすげえやついなかったっけ？あ、なんかいなかったっけな。魔王じゃないもんね。あれ、キラーなんかとんでもないのなかったっけな。魔族キラー L。あれ、あいつって何族？魔族じゃん。魔族じゃん。フォルテ使ってみようぜ。強化してフォルテ使おうぜ。強そうじゃない？メダルね、そう、忘れてた。メダル稼ごうと思ったんだよね。そう、メダルね、メダルキャラ、今回のメダルキャラ普通に強くてさ。え、こいつやばくね？普通に。っていうか、気づいたんだけど。こいつ普通に強くねえか？そう、今回のメダル交換キャラ、普通に強いよね。こいつ。こいつ俺普通に欲しいんだよね、今。いや、全部使っちゃった、ダイヤ。こいついいなと思って。うん。でもステータス高いしね。運枠にしたらいいなって。っていう、勝手に。パッピーにするか。パッピー連れてくわ。じゃあ宮本か、じゃなくてこっちへ行ってみる。フォルテ。フォルティで行っとく？フォルテどこ？いたいた。パッピー連れてくわ。友情が使えない。あ、友情見てなかった。友情なんだっけこいつ。え、一回使ってみていい？使ってみないことには何とも言えない。使ってみよう。そうしよう。これならこうか。え、待って、パッピー貫通。貫通キャラの方がいいな、星に。今更だけど。星にキャラ貫通の方が良くない？気のせい。貫通で爆発の星にキャラっていなかったっけ？
そもそも星2に関する。あ、そうなんだ。あれ？あれ星2じゃないの？あのチュートリアルに出てくるあの黒いやつ。闇属性のやつって。あいつって、違うの？あれ星2じゃないんだ。初代モンストに貫通的キャラ存在してないですから。え、チュートリアルに出てくるあいつは何なの？あの闇属性の貫通キャラ、名前知らないんだけど。あ、ミスったわ。キャラ間違えてたわ今。いや、パッピーがゴミすぎる。当たり前だけどパッピーがゴミだ。あ、星三か。じゃあ、あれ星三キャラか。おお、倒しきれない。別にどんな攻撃してくんの？攻撃したものあったわ。スピードアップしちゃった。武蔵の方が良さそうだね。確かに。あのどうだろう、パッピー入れたからな。パッピー効果かもしれん。初代貫通キャラいなかったんだね、そもそも。それの方が驚きだわ俺。いそうな感じはするけどね。貫通キャラが出た時ってじゃあやっぱ結構盛り上がったんかな。さあフォルテ、お前の力を見せる時だ。頑張れ。ここでお前を使うか解雇するかが決まるぞ。決めろ。うん。なるほどね。なるほど。そうか。まあ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 。まだね。誰にでも失敗はあるから。うん。今のはちょっと配置がね、上すぎたからね。それもあるかもしんない。ちょっと文句言ってるわ、多分こいつ今。さすがにブーちゃんさ、それはきついっすよ、みたいな。その位置からちょっときついっすよ、自分って言ってるわ、多分。周回遅くね？なんか、ソロモン溜まったんだけど、SS。ソロモン SS 溜まったんだけど。なあ。どういうこと？溜まってるんだけど、ソロモンが。なんでだ？おかしいな。ソロモン溜まったんだけど。友情ゴミだな。クロスウェーブってゴミじゃね？気づいたんだけど。気づいちゃったんだけどさ、クロスウェーブってゴミなんだよ。うわぁ、これ武蔵だったら最強配置じゃん。貫通的キャラは星3以上にいますが、初代モンスターゲージという概念がなかったですね。あー、なるほどね。ゲージか。確かに。それは知ってるかもしれん。
あれフォルテいらないんじゃね？もしかして、もしかしてフォルテじゃなくていい説？うん、これフォルテじゃなくていいな、武蔵でいいな。やっぱ武蔵でいいな。そしてアーサーじゃなくてソロモンだな、これフレンドは気づいてしまったが、うん、これフォルテじゃないな、君じゃないわ、こっちの方が強いわ多分。多分な。でこれ多分これ初手こうだな、こうで行こう、これでいけるわ。うん、うぃい、ゴーゴーゴー、武蔵を配置してその後貫通2人で当たるみたいなね、そういう動きができるんで、まあ、この順番に落ち着けようかなと。はい、どうでしょうこのコンボ、この友情コンボ、しっかりと真ん中らへんに配置するといいですね。いやぴったり真ん中、偉くない？普通に偉くないか。オッケー、そして貫通アンブロのソロモンで当たりに行くと、ちょっと弱点運がないね、弱点運がないけど別にこれいいだろう。あ、もうちょい左だった。あー、いや大丈夫、なんでもない。そしてそしてこれはソロモンに当たる、まあ、当然といえばと。あ、ブロック出てきた。まあまあ関係ないね。わあわあ、たぶん次下でしょ確か。倒せると思ってなかった今。まああんな目痛いけど別に大丈夫だろ。あれ下じゃなかったっけ、真ん中だっけ、忘れちゃった。てかもうボスか、あ下だわ、合ってたわ。でソロモンにもしっかりと当たっていく。でパッピー、お前仕事しろよ、武蔵に当たるんだ、頑張って。わかったな、お前の使命は武蔵に当たること、頑張れパッピー。パッピーお前が殴ってもしょうがないんだ。パッピーお前の攻撃力のたかが知れてる、やめてくれ、余計なことしないでくれ、おとなしく武蔵に当たってくれればお前はいいんだ。うん、武蔵強い、強いな君、強いな。これ弱点効果ダウンすんじゃね？あ、しないわ。パッピー入れ番して下でカンカンしたわこいつ。パッピーお前それ抜けれるよ多分。抜けて当たれ。オッケー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 、パッピー偉い。これ宮本もさ普通にいいな。あ、パッピー、パッピー仕事するじゃんお前、いいな宮本もさし、いいな、感触めっちゃいいわ。確かにこれは、まあでもこれはね、フォルテを使ってみて分かったこと。あえてね、あえて使うことによって、本来の、何？宮本武蔵の本当は強いんだよっていう。うん。それをね、やっぱ自分の目で確かめてから、やる。それは大事。うん。これとかは、ちょっと待って、これ、弱点効果アップ出したいけど、まあこれいいか。欲張りショット。ボムめっちゃ仕事したな今。
かりと横配置シュル強いな。攻撃力アップがかかってかかるが、お前はもう死んでいる。あ、お前はもう死ん、あ、おお、あ、お、お前はもう死んでいる。イージー、イージーです。ちょっと時間かかっちゃったね。4分半ぐらい、予想だけど4分半とか。おお、やっぱメダルキャラが欲しくてさ。そう、いくらだっけ、2万。あ、割と高えなこいつ10万貯めてやっと5体なんだ。メダルキャラって結構高いね。地味にするんだな、これは。みんなメダル集めもしますわ。うん、そりゃするわな。メダル増加みたいなないかな。てかもう4時じゃん、早っ。4時までにスタミナ使い切るかなと思ったけど、意外とかかるもんだな。しっかりと真ん中配置を決める。はい、完璧。これもう、これワールドとか、ん？オセロだったら最強位置だね。もうオセロだったらやばかったよ。てか今回のひらめきのクエストも、あのオセロクエスト俺結構好きだわ。オセロの配置できた後が楽しすぎてさ。結構あれ好きだわ俺。2000万やば。おお、ギリギリ削り切ったね。2000万ってやばくね。おお、来た。黄金室来ちゃー。お前で待ってたのはこれでクエスト1回分得してるってやばくね。どっちかやりたい。あ、変なとこ行っちゃった。いや、全然いいわ。全然いいわ、それ。それ、オッケー。そう、お前、タコ殴りじゃん。あー、パッピー分やっぱ食らうね。やはりパッピー痛かった。死ぬかなこれ。危ねー、危ねー、マジで危ねーやつ来たわ。危な、危うく死んとこだったわ。今回 S ランク取れないかもな。
ちょ、今の面で下りすぎたな。強っ。あれ次どこだっけ？上だっけ？上だったら配置ミスったな。あ、上だったわ。上だったわ。あ、まあ、窓押し倒せそうだからいっか。ちょっとつけすぎたな。 S ランク取れず。まあ黄金室出たからいいでしょう。たまにサンドルとかするわ。マジでたまにな。S ランク取れず。まあメダルもらえるから OKOK。 S ランクのジュリーならありますけど、ジュリーって何？ジュリーってなんだっけ。お、日付変わっていく。みんな朝だよ。一日が始まったよ。モンストの新しい朝が来た。希望のカイバさんは、カイバピックアップ早く来いよ。もう俺会話ピックアップの時に10連ぐらい回してるんだけど来ないわ。来てくれません、会話くん。ちょ、今回配置悪かったからな。あ、ジュリエットか。なるほどね。あ、S ランク、あ、S ランクの身入れんのありだな。なんか持ってた気すんな、俺なんかで。S ラン欲しいね、確かに。S ラン連れてくか、一人。ちょっと角度つけすぎた。忘れてたわ。とした瞬間に忘れる。ただ魔導士が倒しやすい。倒したわ。そうなりゃこっちのもんよ。いや、魔導士を倒すことちゃんとした方がいいね。配置大事だけど、魔導士をしっかりと倒すっていうのがスピードアップにつながる、この戦いの。何が大事かって言ったら、ね、そこなんですよ、このゲーム。うん。ステージギミックをちゃんと理解しないといけない。ステージギミックを無視しちゃいけないんですよね、やっぱ。次、下だよ、確か。下やんな。下に行こう。下に行こう。完璧。多分。多分完璧。あ、関係なかったわ。関係、あーでもあるわ。魔導士ー。うぅ。だって多分、またどうせ下だからな。これはしっかりと、ソロモンに当たる。うん。お、倒せないだと。何？倒せないだと。俺様の罠にはまったんだよ。しっかりと倒す。
倒せないが倒した。倒した。倒した。倒した気でいる。倒せたって思えば倒せてる。そう。心だよから。うん。モンストってやっぱ心が大事だから。うん。倒してないけど、やっぱ倒せたっていう心意気？だからそれがね、やっぱ次の道へ繋がっていく。うん。そういうゲームの、あ、ゲージミスったわ。うん。おうね。ほら。そういうことよ。そしてさらによ。さらにこうすることによって、武蔵が次のターン、あ、ちょっと焼けたね。焼き犬になったわ。次のターン開幕で移動できると。黄金椅子もそして気合。この黄金椅子は気合で出した。完全に気合よ。お前、判定めちゃめちゃ広いじゃん。もうちょっと角度つけた方がよかったか。これさ、どうなんだ？なんかボス倒す前に黄金椅子、あ、いいのか。まだ2面か、これ。じゃあ大丈夫だわ。しっかりと黄金椅子も倒していく。偉すぎないか。4P はしっかりソロモンに当たる。このムーブメント。ボムスロー偉い。ボムスローが偉い。ボムスローは偉い。は、偉い。が偉い。もう偉いか。うん、何でもいいわ。ちょ、マジお前。パッピーか。パッピーならしゃあねえ。下の魔導士さ、ちょっと頑張んない？お前ら。もうちょい気合い入れてった。あ、痛い。気合い入れていこう。うん。気合いが足んないわ。このゲーム気合いだから。ちょっと待って。S ランクが遠のいていくんだけど。なあ、どういうこと？とりあえず友情当たるか。これ友情ゲーなんだよな、やっぱこのゲーム。このゲームやっぱ友情ゲーだわ。うん。気持ちとかじゃない。友情コンボ。関係ないからもう。気持ちとか言ってるやつちょっと信用しない方がいいよ。本当に。友情コンボ拾っていれば勝てるから、このゲーム。うん。そういうゲームだもん。友情コンボって言ってんじゃん。CM でも。みんなね、痛い。みんなにちょっと勘違いしてる。ギミックとか関係ないから。友情コンボよ、このゲーム。見ててほら。見てて。こうよ。もうこう。これでいい。友情コンボと殴ってれば、もう勝てるんすよ、このゲーム。ちょっとやばいかもしんない。うん、勝てるんすよ。まあ、初戦ね。初戦モンスト。うん。これで勝てるから。なんか電気ストーブが止まったわ、音が。はい、Aランク。息をするように A ランク。なんで S ランク取れないの？ちょっと S ランの実連れてこようか。てか、パッピーに S ランの実つけねえ。あ、つけれねえわ。こいつもう、こいつさ、証2つつけれねえかな。パッピーに証2枚体制とかやってみたいんだけど。マジで。ちょ、S ランの実入れるか。なんかいるだろう。エスランの実いない？エスランクの実おるか？あ、君たちじゃか。あ！これ！これ来たやろ。よくない？普通に。こいつらで。これでフレンド、もう、これでフレンドでさ、でいいじゃんね。貫通だっけ？反射か。これでいいじゃんね。じゃあこうだな。よくない？これで。これでよくないか？これでいいじゃん。全敵だし、こいつ。もう全然。うん。どうしよう。どうしようかな。これ使いたくねえな。明日の、今、まあ、いいか。使っちゃおう。このスタミナが切れたら終わろう。
これでやんな。これでいったやろ。これもうこれがせもうコレクトじゃない。うん、コレクトってなんだっけ、正解だっけ。英語を忘れたわ。英語を忘れた男。全的普通に偉くないか。気づいたけど、なんで 3P そんなとこに回ってんの。やば、上がりすぎだけど。普通にわあ、そりゃねえぜそりゃねえぜ。あ、剣取りたい。あ、OKOKOK。エラー、そして友情コンボで OK、 殺害できるね。ビーム、神神。これでこれ D、 これ D。てか俺マナに S ランクの身ついてたんだね。普通に偉くね、マナに S ランの身って。これ D、 こういうことよ。まあ要はキラー乗ってるしな、こいつ。なんならなんならこいつキラー持ってんな。強くない、普通に。弱くない、それ弱いわ。全敵そんな強くねえな。言っちゃえば貫通な、なんでお前貫通しないの、全敵なのに。友情コンボ間違えてない、こいつ。まあ S ランの魅惑としていいんじゃないかな。一応なんかいい感じになってるし、いい感じになってるからいっか。オッケーオッケーオッケー。次パッピーだっけ。次パッピーだ。パッピーは気合でソロモンに当たろう。パッピー気合で、あ、道が開いた。これもソロモンでいいだろう。うわー、ちょっとハマっていく。これ次、あーでも、抜けた方が強いか。うーわ、やばそれ。うわ、べべべべい、強え。強っ。ゲージないのが偉いな、ほんと。うわ、バッチリ横取ったね。バッチリ横取ったけどさ、いっか、横で。それなら横でいいわ。パッピーどこ？パッピー？お前どこにいんの、パッピー？それ敵と重なってるけど、パッピー！お前仕事せえや。何やってんのお前。遊びじゃないんだぞ今。遊んでるわけじゃないんだからね俺ら。なあ、パッピー。そろそろ自覚した方がいいぞお前。これやばくない？横からやばくない？普通に上弱でしょ、どうせ。下弱だったわ。普通に強くないこれ、多分。やば最強なんだけど。ハートも出てる。あ、ミスったいやでもハートあるから。で？で、パッピー。で、パッピーか。お前、ああ、いいよ、いいよ。パッピー、お、パッピー偉っ。パッピー偉い、それは。よくできました。これ、Sランつけてるから余裕だね。これ、しっかりと、当たっていく。これ普通に、速くない？弱点下来ないかな？これ、爆発の威力見てえな。右でもいいぞ。どんぐらい入るんだろう。あ、オッケー。神。どんぐらい入るんだろう、これ。やばやば、1200万入ったけど、今。一瞬で。2400万ぐらいいったんじゃね、あれ。横往復だったら。もっといくか。2800万ぐらいいったかな。
余裕で S ランだね。え、普通にいいな、このパーティー。このパーティーで行こう。いいな、これ。そろそろ、フレンドの、あ、フレンドじゃない人がいたわ。フレンドの、ソロモンがいなくなったから、フレンド枠どうしよっかな。ソロモンやっぱ偉いから、ソロモンは入れたいよね、普通に。ソロモンに S ランの見つけろっかな。ソロモンに。一応必須だから今。ソロモンが普通に強いからこれ。なんでこんなスムーズにいってるかって、ソロモンだからさ、ソロモンは入れたいよね。ってことは、S ランのミーのやつ適当に見繕うか。いるかな、フレンドに。そしてパッピー。パピ遅いな、シーン。お前それでも犬か。強俺様の罠にハマったんだよ。配置はよし。これはただ、ただこれは、しっかりと、あれを倒す。その、あれ。あれを倒す。倒せない。だからパッピーがいる。パッピーならやってくれるわ。こう。はい、パッピー神。やっぱパッピーなんだよな。やっぱパッピーなんだわ、このゲーム。パッピーって感じ。すごい。お前よくハマるな。ハマってくれた方がよかったか、今の。ダメージオール痛いしな。強っ。次、ハート取って、抜けますか。お前、回復なんか持ってんの？やば、害悪じゃん。見ちゃった。回復してるの見ちゃった。お前は絶対に許さないからね。だからあんないたのか。これ絶対ソロモン入れた方がいいわ。回復されてだるくなるだけじゃん、これ。気づいたけど。絶対ソロモン入れた方がいいよ、これ。ちょ、ソロモン埋まってるんですけど。なあ。埋まってるんだけど、何してんのあいつ。攻撃力アップしてるから、ちょっと触りに、あ、これでいいや。これで、OK。友情もしっかり拾って全処理。強すぎる。剣取りてえな、下の。あれ、この状態で取っても継続されないんだっけ？やべ。倒しきれない？あ、倒しきれたわ。これ、継続されんのかな？消えんのかな？継続されるわ。これ誰？パッピーか。パッピー魔導士倒した。偉い。ワンチャン左弱点だったら、カンカン行こうかな。来たわ。オッケー。カチカチー。結構、まあまあ早かったんじゃない？
まあまあ早かったんだよ。何分台だろう。4分切ってれば、ああ、これでも4分半か。まあ、パッピー分だろうな、多分。パッピー入れてるにしては早いんじゃない？多分普通に5分以内だからイスランだと思うし。ちょ、これ、フレンドにソロモンを湧かなかった時用のデッキ組んどくか。確定でソロモンは入れて、で、S ランの実も入れたいから、S ランと、S ランと、じゃ、お前誰だよ。と、パッピー。おっぱっぴ入れて、で、まあ、キラー枠が湧かなければ普通にソロモンでいいし、キラーが湧けばキラー入れるし、みたいな。そんな感じでいいんじゃないかな。なんかいいやついる。あ、いるじゃん。まあいいか。湿度56%って高いのかな？湿度今最近加湿器のおかげでめちゃくちゃ保ててるんだけど。56%ってやっぱいい感じなんかな。てかやっぱ普通にいいな。これキラー持ってるし。ヴィーナスいいな。確かブロック入れ替わるでしょ。あ、完璧。完璧すぎる。あ、ボスでもそんな入ってないな。いいね。あ、これめっちゃ早いわ。今回めっちゃ早いわ。いい感じにいったの、今。黄金質も出ていく。これはちょっと先にこれ潰すか。全敵ロックオン。で、しっかりと横換して、しっかりとしなくてよかったな。しっかりしなくてよかったわ。焼き犬からの、はっ！マジで？ちょ、だるいだるいだるい。 なんであいつに弱点ついてないの？だるいんだけど。なあ、だるいんやが。だるだるイングリッシュなんだけど。めっちゃロスったわ。めちゃめちゃロスった。ロサンゼルス。めちゃめちゃロサンゼルス。うわぁ、めちゃめちゃ、パッピーって感じ。これは、焦らずに、しっかりと魔導士処理をしていく。そうすることによって、いい感じになると。
ソロモンはまあ適当にいい感じに当たって、これいい感じね、めっちゃいい感じ、いい感じで、次武蔵か、最強最強最強ソロモン最強、ソロモンじゃねえわ、宮本だったわ。ほいっとね、ほいっとね、これはもうソロモンあたりでしょう。安定の、安定のソロモンあたり、安定ね、安定しろ。なんだその動きは。あ、まあまあオッケー、まあ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 オッケー、ビョーンってね。ワンちゃんやれないかな、やれないか。ま、というわけでね、はい、宮本いいなマジで、めっちゃいいわ。ダメドロしてくんねえかな、ダメドロじゃねえわ、ボスドロしてくんねえかな、宝箱。なんやかんやで62か、えらいな。だから確定で S ライン入れてんのいいな、普通にメダル稼げるわ。3個、やば、もうすぐ交換しちゃう。8月31日までやってんのこれ、めちゃめちゃやってくれてんじゃん。これは合成するしかないでしょう。あと91体先投げー、あと91体長すぎるんだが、ストック分はめんどくさいからやんないか、あと2回か。さあ、お、ソロモンはいた、ということはこっち、ラスニやってアペックと射撃練習やって、昨日ねアペックちょっと裏でやってたんだけど、最後にめっちゃめっちゃでもないか、うまいミラージュの人と一緒にできて、またドンカス取れたわ、めっちゃ嬉しかったわ。でもその時一緒にやった初心者の人が、ノラ、ノラね、ノラの初心者の人が、ドントシュートって書いてあんのよ、コメントでね、うまいミラージュの人がまだ打たないでねってで言ってて言ってんのにパン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 って打ち始めて、俺とそのミラージュの人はコメントで、バラバラバラってなんか、なんていうの、あの、キーボードガチャ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 って打ってて。で、俺も、おい、バカ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 、おい、1バレする、しかも挟まれてたの、その時。敵の位置的に。バカ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 って言って、その時もう絶対死んだと思ったんだけど、ミラージュの人が片方のチーム殲滅させて、もう片方のチーム牽制させながら、で、その初心者の人は死んで、その時、これはね、ちょっと、マジで、ちょっとね、申し訳ないさ半分、しょうがないなって思う半分で、その、初心者ノラの人を普通に見捨てられたっていう。いや、俺の位置も、助けられる位置ではあったんだけど、ちょっとエリアめっちゃ来てて、結構痛い毒だったから、もうなんか、蘇生させずに行くっていう、蘇生っていうか、もう、ビーコンを運べ、みたいな。あの状態だったんだけど、なんかもう、お互い、ミラージュの人と俺もうお互い、なんていうの、コメントをせずとも意思疎通、あ、これはもう無理だってなって、そのままボックス置いて、次のエリアにっていう、あの、流れがめっちゃ笑った。時には見捨てることも大事だなって。うん。やっぱ残酷な世界だからさ、やっぱ戦いの世界だからね。そう、俺とミラージュの人に、戦力外通告されたノラの人、強くなってくれ、もっと。いや、俺も弱いんだけどさ、なんか、ドントシュートって言われてんのに打つのはあかんなと思って。うん。やばかったわ、あれ。挟まれてんのに、
挟まれてんのに AR 連射してんだもん。マジで、マジでやめてーっつって。うん、一人で、朝方やってたわ。あれは面白かったね。まさかのだよな。まあでも、わかんないよな。撃っちゃうよな、敵がいたら。まあ、俺に関しても撃てる位置じゃなかったから撃たなかったっていうのもあるけど。あの状態で、でも逆にあれで撃っちゃいけないんだなっていうのも学べたしね。あのノラは、あの初心者ノラは俺に大切なことを教えてくれた。うん。てってれー。ストライクショットー。やばい、それ。焼き犬になる。焼き犬になる。それ。それ、焼き犬になる。やめろ。危な。これ死ぬかな？危ねえ。剣取れたから、まあなんとかなるだろうってか、やっぱソロモン偉大だな。友情ロックかかってるから、今あれだけど。ソロモン当たり行きてえな、これ。無理か。こっちから行くか。はい。抜けれるかな？あ、OKOKOK。予定通り。で、武蔵さんが決めてもらって。行っていいからこうだな。はいはい。しっかりと魔導士をやりたい。惜しい。これはでも犬がいるから、犬にちょっとやってもらって。これ、こうだな。あ、もうちょい浅くしたかったね、今。上の、ブロック消えてるから。宮本武蔵当たれたね。あ、結局当たれたわ。おーい！Sランうめえ。ダイヤうめえ。うまうまや。てか俺もフレンドソロモンに変えとこう。みんなもう。使わんでしょ。ワールドさん、ソロモンに変えよう。ソロモン俺、あーでも紋章はいっか。紋章はまあ弁財天でいいか。あれ紋章誰にしてたっけ。弁財天だよね。でもさ、これ、紋章さ、ああ、そう、そう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 。これ、紋章変えた方がいいかもな。紋章、あそこ。ああ、でもまあ、別にいっか。この状態でも。一応、アイゼンの超適性が、ランスロット X になったから、まあ、変えちゃってもいいと思うけどな。まあ、でも、いっか、ソロモンは。それも素で強えしな。よし、ちょっととりあえずラスト行こう。ちょっとなんかお腹ちょっと痛えな。トイレ行こう。Go Go to rise up。
スモ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 スヤバティが本当にいろんなメディアに出てて、やっぱすげえな、この人たち面白いなって思うよね。あの人たち本当なんかこう個性てか、バンドマン個性が良すぎてみんな面白いよな。個性がありすぎるやつらやつらとか言って、バンドマン楽しいよな。うまー、強ー。パッピー、パッピーは、パッピーはこれソロモンに当たれば OK。 そんな入んなかったな。ワンチャンやれるかなと思ったけど、やれないか。はい、回復はしたかった、できなかった、残念。これ魔導士からしっかり倒していくか。魔導士は1殴りヴィーナスで倒せるから、あ、2殴りか。あ、一応でも爆弾で倒したわ。しかもめっちゃいい位置に止まった。ソロモンで、これはまあ当たりに行っていいだろう、宮本さん。最強。これも宮本さん当たり行って、焼き犬になりながら。オーケーオーケーオーケー。倒しきった。全敵は安定、安定というか最低限のダメージは保証してるからいいよな。なんかすごい動きしたな。ちょっと欲張るわ。ちょっと欲張りました。欲張ったー。欲張って成功していく。これはまあ全敵拾いながら適当に暴れて、これも全敵拾えない、それも拾う、回復はさせない友情コンボロックされない、回復拾いながら、ナイス、開幕宮本はしっかりと魔導士を狩りに行く。キラ強えな。魔導士そこか。あ、もういけるか。うわ、強。しっかりと魔導士を買って、パッピーは全敵取り行くか、この感じだと。あ、ブロックが発生すんのか。あ、死ねえわ。あ、そしたら USS 打って。OK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 。えらいえらいえらい。その、えらいね、パッピー。そのパッピーは偉い、パッピー。そしてこういうことよ。はい、完璧。気持ちいい。オッケー、終わろ。64までいったらだいぶだね。あと35か。全然見えるね。1日 10体落とせばいいわけだし、単純に。あと7日もあんの、余裕だな。オッケー、あと130、余裕だね。というわけでモンスター配信終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ終わります。またね。